木目とね、傷の入り方もあるんですが、この後お客様に説明をさせていただいている動画をそのまま引き続き流しますが、その時に自分がつぶやいたことが、まあ、現実となってきます。よし、今日は黒柿のお持ち込みですね。方向ですよね、はい、今言ってたの、はい、うん、そう、これこうなってるので、はい、基本的にむくりはあそこがこう弾けるようにこういきますね。はいはい、そう、引いててノコこうやって入れてた時に、はい、1枚取るごとに起きていく形にはなりますね。うん、だけどここちょっと弱そうなので、虫が入った跡があるとね、はい、緊張度はちょっとほぐれてますね。うん、虫が入るってことはね、そこの鉄分が落ちてるから流出してる格好ですね。でこっち側はまだ固定化してるから、みんながよく言う黒柿の黒の担任が支部が固定化してる格好だから、うん、でこっち側はちょっと流出がちょっと見えますよね。そういう系統のものが分解側で、うん、内容成分のものが出てきたら、ここの残りはね多少柔らかいじゃないかな、うん、もし外れたらここカットしまったらそう、どうしてもねこういうところのね、あれがね、うん、なんとも言えない、そこが食べてなければくらいだけど、うんうん、いや難しいんでお任せします。いやいや、いいですよ。結局あれですね、仕上がりは割れが入っても、はい、そこをね、うんうん、レジンとか使われてとかの工作でだったら、はい、逆に言うとダメージのなりに引いていきましょう。できたものでいろいろ考えますから。あ、いや、それがいいです。木に寄り添うのがね、はい、やっぱそこでね、日本の技術ってあったから面白いですよね。いいもんでだったらね、もう買った方がよくなっちゃうからね味が出ないですからね。いや、やっぱさすがですよね。山梨もだけど、この昔のだから、いわゆる僻地っていうか、交通の便が悪いところで育った人は基本的に技術屋が多いですよみんな遺伝子継いでますよまあお客様に少しお話しさせていただいて、そうですね、今回ね400画くらいで一応当ててあった、だから柿だと実際に上の今上側はちょっと欠けてますよね。だからピンピンの400画ではないんですけど、やはりこうやって取ってあったものを大事に使いたいですよね。今回持ち込みに至った経緯が少し間違ってたら申し訳ないですが、これはほら負けにしかならないとかってちょっと話があって、それでまあ譲り受けて、なんか工作にしたいということで、当初にお持ち込みいただいた形にはなりますね。材料の方の説明いきますが、今小口側の方は黒の出方がはっきりしているのと、今ノコが通ってるあたりは黒がぼやっとしてるのがわかると思います。そういうのはね、外気にさらされたりして、少し食害をされて、その食害の食の前には必ずね、ある種の香り成分を発揮します。でそこでね、ほぐされて、それに対して虫が入って、香りが出て虫が入った、これだけは皆さん、この日本かなりいろいろ言ってますが、あくまでも分解の過程が入ったものに虫が入るので、でね、逆に言うとね、分解っていうのは木がね自己判断する場合が普通だと多いですね。私いろいろ動画で言ってますが、今は外気状況で菌類に分解されるって日本中って言われてますが、そろそろ気づいた方がいいですけどね。ぼやっとしてるのが色分かりますか。外皮側のラインっていうのは大気にさらされて、で少しいくらこうそうですね、黒みがかった鉄分的なところが硬いと言っても、だん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 溶かされていくので、木の鉄分っていうのはイメージで言うと硬い鉄分というよりは、私たちが栄養で欲してる方の鉄分に近いので、水分に当たると割に溶け出たりだとか、いろんな条件で溶け出ていきますから、外皮側にあった鉄分の流出のところが少しぼやっとしたラインになってます。で通常柿硬いって思われるかもしれませんが、そういうようなものの時にはそのとこは木が分解の過程を選んでるということなので、残りはね割にね優しくいきましたね。通りが良かったってことですよね。ちょっとね、私のナレーション切れるとこの後製剤のボリュームの方が上がるので、そこだけご注意いきながら、ちょっとね中の肌を一緒に見ていきましょう。
まあね、今回こう大事にされる方のお持ち込みでは本当にねありがたいところです。まあ実際言うと古めのもので硬くなったものっていうのはさらにね生材よりは引きにくいんですよ。でまして鍵でしょ。通常だと引けるか引けないかの判断だとちょっとねこの癖も強いっていう方になるので引くか引かないかっていうとちょっとね引くのに抵抗があるっていうのはあるんですが、そうですね、私この前の人は若いって言ってくれた人がいますが、若いかどうかは別として、経験値の方で言うと、まあ、長く一族でやってるっていうこともありますからね、いろいろ見聞き伝えて聞いてるのもあるから、実際はこれでビャーっと言っちゃっても引けないかっていうと引けないことがないくらいの勢いで行くこともできますね。ただいつもこれで言ってますけど、焦げ肌をつけるとそこがね、ほら例えば焦げたところにペーパーかけたりとかっていう時にやりづらくなっちゃいますよね。熱をかけたとこっていうことですよね。ね、それがないように、あと追い加工がしやすいように肌をね均一にするんですよね。であくまでも樹木っていうのはそれの生きてきた温度域、それをね変えてはね絶対いけないです。これのことに今から日本が気づいてくるはずです。で気づかなかったら非常にまずいんですけど、いろんなことで木の香りを変える、この香りを変えたっていう作業がいろんな生態系に変異を与えている。まあ一番皆さんが実感するのがカメムシさんだと思いますが、そういうことなんですよね。山をちょっとやりすぎて、まあ、実の方がいっぱい出る状況には断末魔のようになるんですけど、そうするとカメムシさんが増えるとかって、そうやってね生態系っていうのはいたずらに対してのバランスを取ろうとあちこち頑張ってるんですけど、ねこれ柿もそうですよね。クマが食べちゃうからとか被害があるからって切られることになってますが、見事な黒柿のとこ出てきますよね。だからね本当もったいないですよね。もちろん私たちは悪人なので木を利用するっていう、だから大事に使うっていうプロセスがもともとあって気持ちの中でありますよね。だからこの今回のこういう古くなったものでも大事に使おうって方で、この割れが入るのをさっき見られたかと思いますが、上級方向にやっぱ硬い木なので上下に弾けるように割れちゃったと思いますけど、例えばそういう状況のものからでもまた次のどうしようかなっていうのを、傷があるってことは苦労したっていう証ですからね。逆に傷があったのにもうこう愛着を感じるっていうのが昔あったんですよね。それに対していろんな工作でバランスを取っていく、まあ作業ですよね。だから今から多分ね日本が迎えることになりますが、最初に言っときますが、私言ったらそんなことないって言った人がいましたが、最近は問い合わせが止まらないですけど、林業飢餓っていうのが訪れます。これはね山からのものが恵みが皆さんが思ってる効能を示してくれないってことですね。ただそういう時にどうしたかっていうのは、いろんな技術が日本は発展したっていうことです。それは物を使うじゃなくて大事に使う、どうすればこの木がこうなるかとかっていうことですよね。でいきますよ、本題ついてきてくれる人いないか分かんないですけど、蘇鉄の話があるんですけど、そうですね、蘇鉄が弱った時に鉄分補給をすると蘇鉄が元気になると。でね、この技法を実際かなりのところで木にも応用されていて、黒柿を作るのに実はね鉄が仕込んであるっていうのがあるんですよね。ということでちょっとこの後釘を引くことになります。まあ、さっきのところで釘を引いたことになるんですが、画像を左下に出しますが、私が最初ここで何とも言えないって言ってた、で技法のことについても多少つぶやいてはいるんですが、釘を入れたっていうのの木の編成がね少しね違和感があるんですよね。やっぱりね黒柿って言われますが、これ黒柿の柿の根っこの方を掘って、実際ね探知機当てると下手すればね鉄の系統の粉だとかそういう釘だとかっていうのが出ることが多いんですよ。今回はね幹の中にもあった形にはなりますね。ただね樹勢がある時は巻き込むんですけど、そうでないとねそこの周りにずっとアクだとか渋だとかっていう系統になりますよね。傷口なのでそこに補修のものがずっと出ちゃうんですよ。
で、先ほどもちょっと説明しましたが、これね、蘇鉄の語源みたいなものの、あれでウィキにも書いてありますね。で、根元に鉄くずをとかっていうのはね、昔からある技法なんですよ。だからね、黒柿黒柿って言うんですけど、これはね、私からすると、テクニックです。ちょっとね、木にね、痛めつける。まあね、絞り丸太とかもみんなそうなっちゃうんですけど、そういうのを知ってた方がやったりだとか、でね、これがね、いっぱい出るっていうことは、柿の方に対してのものも旺盛に出るっていうことなので、樹勢とのバランスですけどね、ちょっとね、木を痛めつけると。それの反作用をもらって、いろんな作用っていうのはあるんですよね。で、それのために、鉄をやると、木が反射するっていうこと。私、いくつかこの木の反射のことを動画とかでも言ってますが、木がこうやればこういう反応をするっていうのがね、昔からあって、で、私のところのエリアだと、へき地系統の方とか、山材、昔のへき地ですよ、今のじゃなくて、結構ね、実際言うと、朝鮮の方とか、文化が入ってることが多いですね。さりげなくやってくれてあったりだとか、例えばうちで河川に行っての系統で河川の関係で行った方が向こうの方だったとかって、危ない仕事をね、日本人が向こうの方にやらしてた、今ね、ちょっとね、報いを多少受けてますね。要はね、危険な作業は日本人がやらなくて、朝鮮の方にやっていただいてた。で、私たちは逆に言うと、そういう方も先生の一部なので、技法をただ知ってるだけになります。そういうのっていうのは、日本人のかっこいいとこだけやって、そういう負の悪い方の歴史は隠すっていうのが日本は多いので、今だから私のところに林業のことで問い合わせがやまないですけど、私からすると通常運転なんですよ。こうやればこうなるだろうって、もう次のことを考えたり、仲間とかいろんなアイデアを次のことも考えてますけど、生き抜かなきゃならないので、ただね、そういうアイデアが出る出ないじゃなくて、まず状態変化が誰も分かってないですね、林業で。でね、新たに取り組む素人さんの方の方が、何もない状況からの取り組んでくれるので、私みたいなものの話をよく聞いてくれて、同じこういうものですよね。で、この色味の出方の変遷だとか、そういうのも見ながら楽しんでもらえればと思います。今回はね、楽しく、久しぶりですよね、このまともな黒柿が。で、セオリー通りにいい釘打ってあったのでそれの反応が色に出るということですね。で、この後ちょっと全体の割れ目の画像を見ましょうね。この中にレジンとか入っていくんでしょうね。でね、少し見てもらいたいのが、黒いのね、筋で血管ができてますよね。私、自然界のこと好きなんですけど、要はね、この中の黒と黒の壁を作った中が虫が食害されてるの分かります？分け与えたスペースと守るべきもの、これはね、木が自己判断でやるとここの境ができるんですよ。菌類が分解したものはここが、ね、浸潤していって全体が土に帰ると、その時のペースで違うんですけど、これはね、一応まだ黒い結界が残っていて、縞模様ができて、その中の内部を虫に分け与えたりしながらの分解が行く過程の途中ですよね。だからこういうの面白いですよね。お客様と会話の中で出た温度変化のネイルのデザインのネイルの材料ですね、そちらの方を少し今画像で流してますね。これはね、レジンの中でも同じようなこの温度変化で色変わっていくでしょ。ね、こういうのとかっていろいろあるんですよ。マグネットのやつも今出たりだとかして、私何屋なんでしょうね、秘密ですけど、そうね、色変わってったの分かります？ちょっと戻してみてもらえれば、彼女の指のとこで体温がかかるとまた音色が変わっていく。まあね、こういうね、新しい墨の素材とかのあれを差し色で入れたりして、ちょっとね、遊び心をテーブルの中に散りばめるのも面白いかなと思いますね。そうでね、例えば空間透過のデザインとか私好きで、だから抜けてるところに透明感与えたり、これね、今彼女が上げてるところの下に模様が出たりとかってしてますよね。どう光が当たったり見せるかっていうのも面白いですし、日本の伝統技法がまた戻ってくるような気がします。っていうのは、この今金のネイルの画像出してますが、結局ね、人肌に合うのが金だったりして、でね、木のああいう衣装的なものとか補修にも金継ぎの技術があったりしますよね。そういうのまで踏まえて、いろんな文化をつなげながら新たなアートを一緒に作っていければと思いますね。